本日の企画はアイドルならどんだけダサいことでもかっこよくできるよね。僕たちね、まあ知ってるか知ってないかわかんないですけど、メンズアイドルっていう類で生きてることもあるわけですよ、うん、はい。どんな時でもかっこよく、どんな時でもキラキラしている。世の中にはこう、うわダサエッジもってこと山ほどありますよね、うん、そんなものも俺たちアイドルならシチュエーションだったり、それを行った理由だったり、アフターケアで全部かっこよくできるんじゃないかという企画でございます。あー、なるほど。予備情報を入れることによって、そうそうそう、これがロマンチックな展開に見える可能性もあるとだよね。そういうこと、そういうこと、はい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 、そうそうそう、なんですよ。なるほどね。まあこれを東海オンエアさんがやってたんです。ああ、ちょっと待って、さらっとさらっと作ってるよ。オマージュ大好きだもんね、 CCC ね。そう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 あの企画、まあ見たことないと思うんだけど、まあ、俺も実は中身は見てないの。はいはいはい。あれのタイトルさもね、すげえと思って、で俺らメンズアイドルに置き換えた時にできるなと思って、ちょっとこうここね、仮オマージュしてるよ。オマージュ、オマージュさせていただこうかなと思ってやってたんですけども、これしかもこれのシチュエーションでやってきてくださいってないです。おのおのが思うシチュエーションでやってきて、うん、今日この後おのおの取ってきてもらいます。おお、なるほどね。はい、おい何がめんどくさいってさ、この後だって自分たちで考えて取らなきゃいけないわけよ。で、かつずっとシチュエーションって言えてないわけですよ。シチュエーション、シチュエーション、シチュエーション、そう、この2つはね、今日の動画で一番めんどくさいかもしれない。もしかしたらで、おのおのがシチュエーションかわいい、シチュエーションそれだけでも元気になっていきましょう。 It's Showtime! 別の企画を撮ってる時間に団長が全員の編集やってくれました。おー、それで、おー、まさかの編集も、ありがとう、団長。すごい、すごい、すごい。ちょっともう、また見ていこうかなと思います。そして、これトップバッター僕にさせてもらいます。ふうたちゃんはね、結構あのふうたちゃんダサいっていう評あります。あ、これだ、ダサい、ダサい人ってわけじゃないよ。あの、どんだ、行ってとか、そういうのめっちゃ言われますね。出した段差で、もう本当こけそうになるとか、じいじい引き殺して、あーじゃあ、最近エグいわ、こいつらマジで、なんか、絶対ないけど、ある感じで言うやん。これでもさ、歩道橋を渡ってる時のさ、おばあちゃんこうやって蹴ってましたあかんやるかママ、その時汚れたやろ、これ汚れてんだよ、これヤギでも言うわよく何かでヤギ言うやつなんやいきますよ。今回僕のシチュエーションは、ケンカをさってぼーっと歩いてたら電柱にぶつかっちゃった。あー、恥ずかしい、恥ずかしい。まあなんかぶつからずともさ、歩っててさ、もうこの辺まで来たらとか言うのダサいもん。全然経験あるでしょ、俺ドボハマったこともあるぼーっと歩いてて、寒いと思ってポケット両手に入れてて、ドボハマってバシャン膝まで全部使う。確かに道具はね、あるよね。あるあるある、マジである。俺もだって、かくれんぼしてて、ちょっと声だめにたまって覚えてる。ごまんのだな。俺ほんまに、まあ実際にあることやし、こんなどちらの時も、こういうことなんやったっていう、ね、動画になっています。はい、楽しみ。彼女、来週誕生日だよ。ね、こう、まあ、1年に1回しかやないから、あのクソサプライズして大きく祝いたいよ。それずっとどうしたらいいかって悩んでてさ、こうやって電柱に頭をつるのも、それで10回目。もうこうなったらね、周り見えなくなるんだよね。だから気にしないといて、行こう行こう。いいで終了です。あ、いい、なるほどね。電柱にぶつかっちゃった理由は、来週の彼女の誕生日のサプライズをもうここずっと先考えちゃって、ぼーっとすることが多くてぶつかっちゃったと。ロマンティストや、いつも車の中で言ってましたもんね、彼女に何やげなのかなみたいな。だからさ、お前さあのさバカバカもうバカそうやね、手入りそうなテンションで言うなないことを。でもこのテンションでいけないと、風太くんのバーカバーカを聞けないからバカバーカそれを聞きたくてやってるから俺ら。そうです、だから俺はその電柱にぶつかっちゃった
っていうのはドジなことではなくて、それよりももっと真剣に考える先のことがあったんだ、だから気にしないでっていう動画でした。ありがとうございました。素晴らしい。おー、なるほどね。そうやって、うわー、一番が良かったと思うぞお前ら。そうやな、一番良かったんちゃうのこれ。もう吸収していいよ、2倍行きたいと言いますか。おはよう、早いわ。おお。何やで今の出ますか。楽しみ、これ楽しみ。じゃあ続きまして、ケンジ君ですね。はい、ケンジ君、じゃあちょっとシチュエーションの方、うん、今回僕がね、はい、やったシチュエーションに関しましては、トイレに入ってた時に鍵を閉め忘れちゃって知らない人が入ってきてしまった、そんな。あー、めっちゃ恥ずかしい。ごめんなさい。だって普通さ、見たらさ、あーってなるわけですよ。で、男性が座って長らく中に言ってことは、うんちなんですよ。うんですかって言うの。じゃあ、おめでとう。おい、そっち側開けちゃった側、開けられた側っす。あーあー、なんか座ってる、うんち側だ、うんち側っす。それでかっこよくなんのかな。え、確かに確かに。まあまあ、なんかそれは、そうやな、 VTR ご覧ください。俺アイドルですから。はい、それでは VTR ご覧ください。そう、居酒屋だね。はい、まあ知らない人だね。トイレ使ったの、ノーカットトイレ。お前グリーンバック使ってんの。めっちゃ手間かかってるよ。めっちゃ手間かかってるよ。これでさ、定時制やん。定時制やん、パシフィックやな。ちゃうんや。じゃあ次、手間今かけましたねと、うん、いきますね。飛沫エクソ開始。飛沫です、開始です、うん、はい、さあ、今日はほんまに大事なあの有名大学、東京大学に行くための大事な期末テスト、これのために俺はもうめちゃくちゃ勉強してきた。もうこんだけやったら大丈夫やろ。うん、わかるぞ、わかる。全部昨日勉強した問題や。これで東大受かった来たやろ。すらすら問題が解けてしまう。よし、これでもう安心や。よっしゃ、いけるぞ、いける。よっしゃ、よし、
満点や、これは満点や。よし、あ、まだ時間30分余ってんな。まあ寝ようか。はい、終わったし、完璧完璧。終わった。やばい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 。ちょっと。そうそう、暴れたれすぎてる。えぐい。隣の席大好きなひまわり子ちゃんがおるっていうのに、これ見られたらやばい。テスト回収される。どうしよう。どうしよう。この一瞬で危機乗り越えられるのは、ひまわり子ちゃんを守るしかない。これでさらに惚れてもらうんや。いい席落ちてきたことにしよう。危ない。ダメだ。危なかったな。すみません、先生、いい席お聞きし、ほっぽけなかったんで、保健室に行っていいですか？すみません。無事でよかった、お前は。気をつけような。はい。はい、ちゃうな。はい、ちゃうな。さあ、はい、実体験です。どこかまでがよだれまでよ。よだれまで。あの時できなかったのを交代手しとけばよかったっていう後悔なんだ。そう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 。やるからありますよね、みんなも。よだれ垂れちゃってますね。そうそうそう。もうマジあの量やったから。もう垂れすぎて。こんぐらいあって、で回収しますってなって、うわ、えぐいってなって。それどうしたよ、多分渡してないのかな。え渡されへんかった。よだれすごすぎて。うん。あ、そうだよね、まあ、定時制だったしね。中学の時の話やな。あ、中学の時の話。そう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 。あとお前のやつ全部中身うざい。なんかあの有名大学のあの東大にとかさ。何やねん、東京大学になんか関する期末テスト。違うわ、それ模試とかやろ、それセンター試験だよ。昨日やったとこ全部出た。お前範囲狭いやん。昨日でいける。昨日だけで足りる、東大行くのに。全部だから答えようか。ガバガバやん。大事な大事なテストでほんまに大事だ。ほんまにほんまにって言うな。まあ、あれやね、よだれ切ったなとは確かになりますよ。確かにね。というよりも、うん、そんなことよりも、なるほどね。成功。成功です。成功です。これちょっと審議必要かもしれないですね。そうだね。まあ、コメントで決めようか。まあそうですね。あの見てくれてる人がこれは実際成功なのかどうかをちょっと。だから、そのスタッフ、フータ成功、ケンジ成功、リョータ不成功みたいな感じで、こう、全員分を全員に書いてもらおうか。お願いします。それはもう委ねよう。そうですね。まあ、それはもう女性がどう思うかですから。あ、そうだな。アイドルやからこそっていう企画やな。結局これはお客さんが決めますから。そうそうそう。我々は、まあ、一応、まあ、一応成功は。まあ、一応、まあ、一応ね。まあ確かによだれはもう忘れ去られてる。そうやな。その上では、まあ、いい席勝っちゃったからね。そう、もう死んどったからな、守ってなかったから。落ちてきてないねん。そう、いい席が。いい席落ちてきて、いろいろコーナーの間にこのプリントこうする時間はないから。テストとかじゃない、もう早よ逃げた。早よ外出たいから。ここの時間ないよ。そう、プリはターボとハズキです。最後のが言わない。これ次行きたいと。はい、おーい、最後にも頑張れよ。じゃあ僕が、まあ恥ずかしいなと思う、もう日頃からあるシチュエーションなんですけど、電車乗るときに改札ピーって通るじゃないですか。あれでさ、例えばこう人がこういっぱいいる中とかで残高足りなくてピーってなっちゃうんで、あれさ、よくあるし、結構恥ずいやん。やられるしな、前のとこやってたらもうなんかもうええって言うねん。恥ずいだけじゃなくてイライラさせるの、多分周りの人。でも、そこに実はこんなストーリーがあったら恥ずかしいってことじゃないんだよ。それをちょっと、まあ、皆さんに見ていただこうか。ダルソンな、もうダルさん、ダルさん、ダルさんって、ダルさんって、ダルさんって、イングリッシュしないでよ。いきます、じゃあ、映像ご覧ください。俺は世界の闇を誇る。ちょ、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 ちょ
ちょっと見ていただきますよ。いきます。俺は世界の闇をほふる暗殺集団に所属する仕事人。人は俺をこんな名で呼ぶ。コードネームクレイジーキラー。日々の暮らしの中でも俺たちへの仕事の招集は絶えることがない。例えばこんな感じ。また仕事の呼び出しか。急いで行くとするか。はい、以上。しまったんじゃないね。こいつの仕事の依頼は暗殺者やから、いろんなところからのその暗号みたいな形で仕事に招集されるわけですよ。だからピーってなったら、なんだよ仕事の呼び出しか、シュッてね。だからその暗殺者やからメールとか電話で仕事の依頼ができひんねん。そう、呼び出しの合図のですね。そういうことか。ファミリー的なあれが。そうで、あれは実はその僕のやっぱあのね、名刀村雨っていうやつなんですけど、あれにはちょっと一応こう役があって、こうパスケースになってるんですけど、仕事に行くときだけこう肩に変わるんですよ。そういうかっこいいかも。これがかっこいいんですよ、やっぱり。クレイジーキラーかっこ悪い。クレイジーセンスだけどにかしてくれるかっこ悪い。ちょっとコードネームですからね、クレイジーキラーっていうもの。あとピンポン、クソ、仕事、ちょっとどいて。お前はそれが条件だし、もちろん人来てない。すいません。まあこれやったら、こういうストーリーがあればみんなかっこいいかも。こいつもしかしたら仕事に呼び出されてるのかもって思ったらかっこいいかもね。まあ、いきなり剣ビューンってなっさ、うわあいつ今引っかかったやろ、ってなるかもしれんもんな。これはもう逃れられてます。仕事の子、あの連絡をそんだけ来んのにすぐ剣出してもうたら何万の人にバレるけど。バレてまうよ。皆さんもあれ上野駅でしたからもう結構何十万人とか見てる可能性ありますからね。まあでもいいよ。まあこれもだから判断はもう任せる。いやてかまあ発想がいい。発想がいけてる。俺はかっこいいんじゃないかと。いつまでも中二魂を忘れたくない。いいなお前手から剣出たよ。やりたいやってみなかったよ。やりたいあれは。ありがとうございます。ということで水じゃあ佐々木ここ、はい、行きましょう。じゃあ、まあはい、まあ4人やってきて最後は葉月くんですよ、はい、ということでございますけれども、まあ、ここまでいろんなシチュエーションやってきましたけど、うん、僕のシチュエーションはきっと多分この中で一番経験したことがあるんじゃないですか。シチュエーションになってます。みんながもう世界中の人たち、うんうん、世界中の人たち道でつまずいたシチュエーションです。おー、めっちゃシンプル。ダサいな。そう、ちょっとやっぱ一番もうシンプルで一番恥ずかしいんよ。そうだからもう風太くんにもそうやけど、これを多分 YouTube で公開したら革命起こると思う。マジでなんかみんなつまずきたくてわざとつまずくと思う。かっこいいから。うわちょっと欲しいっすね、その情報。ちょっと風太くんにあげる。俺をつまずきますんで、ぜひちょっと使うかどうかっていうのじゃ判断してみて。まあまあしてみて、お願いします。じゃあ気になる。じゃあ続いていきましょう。入りよかったよ。入りよくてやります。はあ、今日もいい天気だな。うっと。坊や、こんなところで昼寝してたら危ないぜ。わあ、助かりました。このご恩は一生忘れません。ああ、また一つ命救っちまったぜ。全部使っちまったよ。はずきさん、ぜひ僕たちを使ってください。いいのか。もちろんです。あなたは私の命の恩人なのだから。you
もう今からでもつまずいてくださいよ、まずい。どうですか、つまずきますか。するのお願いしてくれ。あーね、そうそうそう、まあ、こけたと見せかけて実はダンゴムシの命を助けてたんだよが数年後ここに行くと。そうです。何かにつまずいたんじゃないよ、うん、やばい、ダンゴムシ、うん、と思ったんや。そう、助けたんや。そう、でも、襲おうとしたのは、じゃあお前、え、ダンゴムシがさ、なんかあって命を助けたんじゃなくて、お前が踏みかけてつまずいて、シューン、こんなとこにいてたら、どうだろうな。そうそうそう、お前が通らなかったらそうなんやから、お前がそれ気づいてよく歩いたらもうしまい。でもアクションかっこよかったよ。やばい、やばい、アクションかっこいいな。なんで刺さってる。俺の時も刺さってるけど、なんで刺さってる。俺もあんまやりたかった。うえや、あっちね、あんな編集できるんやったら。やっぱり俺たちはアイドルなんで、どんなことでもスマートに、まあ、かっこよくキラキラ、どこがお茶目なところか、どんなことでもすませるってことは頑張ったと思いますんで、これからもどんな話に応援してついてきてもらえたらと思います。思います、思います。次の動画に行きましょう。バイバーイ。もう、あんた美女ローランドやね。